Teto.途中から話を聞いてなかったから当たり前だけどさ、被害者と加害者の線引きが難しい世の中や。自分もいつ加害者になるかわからへん。そういうことを考えさせられる事件だったわね。毒が回ってきたから左足を切り落とすことにしたぞ。 黙ってないでなんか言いなよ。何も言えねえってことはてめえが犯人なんだな、このクソボケが。ちょっと待ってよ、 そんなの違うって、ありえないよ。だって、犀原くんは私と一緒にずっと教室で見張りをしてたんだよ。その犀原くんがいつ天海くんを殺したっていうの？本当にずっと一緒だったの？え？何が？見張りの最中ずっと一緒に離れなかったのかって聞いてるんだ。 それはちょっとだけだけど離れたよ。じゃあその時に天海ちゃんを殺しに行ったんだね。そんなわけないって。 犀原くんが犯人なわけないじゃん。感情的になるのは良くないよ。僕らは冷静に論理的に真実へと向かうべきなんだ。心、命を落としたくなければ。感情的になってるわけじゃなくて、私はちゃんと根拠があって言ってるんだよ。 受信機が鳴ったのって、犀原くんが教室に戻ってきた後なんだよ。あれは天海くんが本棚を動かしたせいで鳴ったんだから、その時はまだ天海くんは生きていたはずでしょ。
あれが鳴ったのを一緒に聞いてるってことは、犀原くんは犯人じゃないんだよ。ところで、赤松ちゃんに一つ確認なんだけど、その防犯センサーを動く本棚に取り付けたのって犀原ちゃんだったりしない？え？その防犯センサーがちゃんと本棚に取り付けられたか、赤松ちゃんはその目で確認した？うん、してないけど。だったら、防犯センサーを動く本棚に仕掛けたのは犀原ちゃんの嘘かもしれないよね。嘘？犀原ちゃんは防犯センサーを動く本棚に仕掛けたふりをして、実はずっと自分の手に持ってたんだよね。そして赤松ちゃんと会っている時に隠し持ったそのセンサーをこっそり動かして、わざと受信機を鳴らしたんだよ。そのせいでたった今誰かが本棚を動かしたんだって赤松さんは勘違いしてしまったんだよ。なるほどな。成功手を使い上がるぜ。防犯センサーが仕掛けられていたのは動く本棚。実は犀原ちゃんがずっと持ってたんだよ。赤松さんが聞いたブザー音は犀原くんがこっそりセンサーを動かしてわざと鳴らした音だった。赤松はそいつを聞いたせいでたった今誰かが本棚を動かしたって勘違いしちゃったんだ。防犯センサーが仕掛けられていたのは動く本棚。それは違うよ。おかしいよ。防犯センサーが動く本棚に仕掛けられてなかったら。あんな写真は撮れてないはずだよ。あれは防犯センサーが仕掛けられた本棚を天海くんが動かしたせいで撮れた写真なんだからさ。なんだ、そんなことか。あのね、それはそういえばそうだね。ごめん、そこまでは考えてなかったよ。そんなあっさりですか？いや、どうやら今の俺の推理には穴があったみたいだね。最初から分かっていたような口調だね。まあ、
君の推理に踊らされた僕の言うことじゃないけどさ。とにかく犀原くんは犯人じゃないんだって。絶対に違うんだって。いやちょっと待て、思い出したぜ。防犯センサーの受信機には電源がついてたはずだ。だったらこういう方法もあったんじゃねえか。確かに防犯センサーは本棚に仕掛けられていて、犀原はその受信機を持っていた。ただ犀原はその受信機の電源をオフにしていたんだ。なんで、どうして。そうすれば天海が本棚を動かした時ブザーは鳴らずに写真だけが撮られるだろう。その後犀原は地下の様子を見に行くと言って図書室に行き、30秒のインターバルを利用することで天海の後を追って図書室に侵入したってわけだ。そして天海くんを殺した後で動く本棚から防犯センサーを回収すれば、赤松さんの目の前で受信機を鳴らして彼女を勘違いさせることができるね。確かにカメラのインターバルを知ってた犀原くんなら可能な方法ですね。面倒いし運頼りなところもあるが、できんこともないかな。では本当に犀原さんが犯人なんですね。にしし、超高校級の探偵が犯人なんてアンフェアな推理小説みたいだね。待ってよみんな、本気で犀原くんが犯人だと思ってるの？ねえ犀原くんも何とか言ってよ。どうして何も言わないの？犀原くんどうしたの？君は犯人じゃないんだよね。おい、いいのかよ。このままだとマジでおめえが犯人になっちまうぞ。それでいいの？もう諦めちゃったの？最後にもう一度事件を振り返っておこうか。防犯ブザーは動く本棚に仕掛けてあった。犀原も受信機を持って、その電源を切っておいたんだね。だから天海君が本棚を動かした時はブザーは鳴らずに写真だけが撮られたんだ。その後犀原はカメラのインターバルを利用し、図
書室に忍び込んで天海をぶっ殺したんだ。そして動く本棚から防犯センサーを回収し見張り場所に戻ったんですね。あとは楓の前で受信機をわざと鳴らして殺人がその時起きたと勘違いさせれば神田殺人事件の完成だね。赤松は犀原に利用されたんだよ。最後にもう一度事件を振り返っておこうか。防犯ブザーは動く本棚に仕掛けてあった。犀原も受信機も。最後にもう一度事件を振り返っておこうか。防犯ブザーは動く本棚に仕掛けてあった。犀原も受信機も持っていたが、この音を真実に。ごめん、みんなに言いそびれちゃったことがあるんだ。言いそびれたこと？実は私なんだよね、防犯センサーの受信機を持ってたのって。は？だから犀原くんが都合よく受信機の電源を切ったりできるわけがないんだよ。それが本当だとすると、今の推理は根本から間違っていたことになりますか。赤松さん、今のは本当なの？当たり前じゃん。だって嘘なんかついたって仕方ないし。そんなことしても自分の首を絞めるだけだ。間違ったら全員死んじまうんだからな。死んでもいいから犀原くんをかばいたかった。死んでまで他人をかばうなんて、いくらなんでも考えられません。さすがロボ、心ない発言だね。ロボに心がないなんて先入観はやめてください。計算すれば心ある発言だってできるんです。計算は必要なんだね。ありえない話じゃないと思うけど、狂気の愛に抱かれた瞳は、愛する人のためなら何でもしてあげたい。そう、誰にでもあるんじゃないかな。僕にだってあるからね。でもその人は迷惑だったと思います。だってあなたって気持ち悪いですからね。俺も可能性はあると思うよ。二人は仲良しだからすっかり情が移ってたりね。それにさっきの赤松ちゃんってなんか嘘っぽいんだよね。ほら、俺って嘘つきだから嘘をついてるやつのことが分かっちゃうんだよ。ま、判断はみんなに任せるよ。どうする？みんなは赤松ちゃんを信じる？うーん、赤松さんのことは信じたいですけど、どう考えても犀原さんは怪しいんですよね。さっきからずっと無言ですし、男子ですし。うちも同感じゃん。それに犀原以外に怪しいやつもいないしね。だったら犯人は多才原でぶっ決まりだな。もう投票しちまおうぜ。いや、さすがに犯人を決めるのはまだ早いと思います。私も同感かな。犀原くんが犯人だとは思えないんだよね。俺も違うと思うぜ。アンジーも違うと思う。でも神様の意見は分かんないんだ。神様はお昼寝タイムに入っちゃったから。困ったわね、すっかり意見が分かれているわ。ほとんど真っ二つだね。
これってどうやって決めればいいのかな。ちょっと待った、真っ二つ、今真っ二つとおっしゃいましたか。確かに聞きましたよ。おへそのセンサーで聞きました。耳は飾りなんですか。そういうことならお任せあれ。我が最終学園が誇る変形裁判所の出番ですね。変形裁判所、裁判所が変形するの、マジで見たい見たい。西原君はカメラのインターバルのことを隠してたよ。俺様にはアリバイがあって。嘘もんな、西原君。違って、西原と赤松はずっと一緒だったわけじゃないよね。西原が受信機を持っていたなら偽装の可能性もあるな。だからそれは赤松ちゃんの嘘でしょ。西原君はカメラのインターバルのことを隠してたよね。俺様にはアリバイがあるだろうが、西原と違って。西原と赤松はずっと一緒だったわけじゃないよね。東條さん、受信機が鳴ったのは二人が一緒にいた時。西原が受信機を持っていたなら偽装の可能性もあるだな。ヒーロ君、実際に受信機を持っていたのは赤松さんです。だからそれは赤松ちゃんの嘘でしょ。私が嘘かどうかはもっと話し合ってみればわかるよ。西原君はカメラのインターバルのことを隠してたよね。西原君はカメラのインターバルのことを隠してた。ゴン太君。でも入間さんもインターバルのことを黙ってたし。
はアリバイがあるだろうが。犀原と違って桃田君、犀原のアリバイだって赤松が証言しただろう。犀原と赤松はずっと東条さん、受信機が鳴ったのは二人が一緒にいた時よ。犀原が受信機を持って、イーボ君、実際に受信機を持っていたのは赤松さんです。だからそれは赤松、私が嘘かどうかはもっと話し合ってみればわかるよ。信じてよ、犀原くんは犯人じゃないんだって。だからここで犀原くんを犯人にしたら私たちは不正解になっちゃうんだよ。そうしたらみんなは処刑されちゃう。それだけは絶対にさせない。私の命に代えても絶対にさせないから。赤松さん。ああ、赤松の言う通りだ。俺も犀原は犯人じゃねえと思うぜ。ゴン太も犀原君を信じるよ。紳士なら仲間を最後まで信じるべきだからね。だったらよ、犯人はどいつなんだ。それを突き止めるための議論ももう出尽くしたように感じるけど、うん、話し合うべきことならあるはずだよ。もう一度みんなで考えてみようよ。そうだよね、犀原くん。え、だって犀原くんって犯人でもないのにさっきからずっと黙り込んでるよね。それって何かに気づいたからじゃないの？それで無口になってるんじゃないの？真実を暴くのが怖くてさ。そうなんだね。でもさ、犀原くん、君は答えるべきだよ。君はどんな真実に気づいたの？怖がらないで言ってよ。君や私だけじゃなくてみんなのためにさ、お願いだから真実に立ち向かってよ。写真だよ。写真？隠し扉を狙ったカメラで撮った天海くんが殺される直前の写真だよ。僕はずっと不思議に思っていたんだ、この時の天海くんの行動さ。不思議って？この写真を見る限りだと天海くんはカメラを取り外そうとしているみたいだけど、でもそれって彼は僕らが仕掛けたカメラに気づいたってことだよね。確かにそうですね。でもいつ気づいたんでしょうか？多分このカメラで撮られた最初の写真の時だと思う。天海くんが本棚を動かしたせいで撮影されたこの写真、彼はこの時点で何らかの理由でカメラに気づいて、そしてカメラを取り外そうとしたんだ。その際に手を離した本棚が勝手に閉まっていって、それにセンサーが反応してこの写真が撮られたんじゃないかな。彼がカメラに気づいた何らかの理由に何か秘密があるのね。俺様はともかく他の連中が置いてけぼりだぞ。さっさと要点を言ってやれ。ずっとその何らかの理由を考えていたんだ。どうして天海くんはカメラの存在に気づいたのかって。その答えはこの写真にあったんだよ。
フラッシュだと？うん、隠し扉を狙っていたカメラは撮影時にフラッシュがたかれていたんだ。天海くんはそのフラッシュの光でカメラの存在に気がついたんだよ。え？どうしてフラッシュがたかれたってわかるんですか？同じような状況で撮られた他の写真と見比べてみてよ。ほら、僕が仕掛けたカメラを取り外すときにうっかり写っちゃった写真があったでしょ。これは正面口付近に仕掛けたカメラを取り外すときに写っちゃった写真。こっちのは裏口付近に仕掛けたカメラを取り外すときに写っちゃった写真。そしてこの天海くんの写真。おお、手前の人物の明るさが明らかに違うぞ。同じ部屋で同じ状況で同じ使い捨てカメラなのに、ここまで明るさに差が出た理由は、隠し扉を狙っていたカメラだけはフラッシュの電源が入れられていたからなんだ。どうしてフラッシュの電源が入れられていたの？そんなことしたら隠しカメラの意味がないわよね。ただのミスじゃないんだよね。うん、ちゃんとした目的があったはずだよ。つまりあのカメラには隠しカメラとしての役割以外に別の役割があったんだよ。別の役割？そっか！本棚を動かした人物をあのカメラがある位置までおびき寄せるためだよね。そのためにカメラのフラッシュを入れておいて、あえてカメラに気づかせたんだよ。そして実際にその通りになったよね。本棚を動かした天海くんはフラッシュに気づいて隠しカメラの位置までやってきた。その時扉の閉まる動きでもう一枚撮られたのは犯人にとっては予想外だったけどね。おい、赤松。ん？何？いや、おめえどうしたんだ？さっきからなんか変じゃねえか？変って？今の一連の君の発言には何やら確信めいたものを感じるよ。もしかして犯人が分かったんじゃないですか？分かったよ。っていうか本当はずっと前から分かってたんだよね。え？ずっと前から？だってあのカメラのフラッシュを入れられたのは一人しかいないんだよ。そうだよね、犀原くん。だからね、この事件の犯人は、ここまでみたいだね。やっぱり私じゃ無理だったか。首謀者の正体にはたどり着けなかったね。ごめんね、みんな。ごめんね、天海くん。ごめんね。
犀原くん。君がずっと黙ってたのは、それに気づいちゃったからなんだよね。でも、それじゃダメだよ。私はここで終わりかもしれないけど、せめて私の思いだけは君に託すよ、犀原くん。ここからは君がやるんだよ。君がみんなを守るんだよ。赤松さん、君は僕に託そうとしているんだね。でもそれは残酷だよ。残酷だけど分かった、やるよ。君が僕に託そうとしているもの、君の思いは無駄にはしないよ。犯人は赤松さんだね。赤松さんが犯人？そんなわけないじゃないですか。ねえ赤松さん。赤松さん、まさか本当に冗談だって。冗談だと？え、もしかして本当に私が犯人だと思っちゃった？やだな、そんなわけないじゃん。だって天海くんが殺された時、私は犀原くんと一緒に教室で見張りをしてたんだよ。その後で図書室に行って、そこで初めて死体を発見したんだから。そもそも私は天海くんと会ってないんだって。彼を殺せるわけないでしょ。そうだよね、赤松さんが犯人なわけないよね。もう当たり前じゃん。あんな重い砲丸で人を殴れる腕力が私にあると思う？私が叩けるのはピアノの鍵盤だけだよ。だったらあんたが犯人っていうのは。ああ、犀原くんの冗談でしょ。場の空気を和ませようとしてくれたんだよ。そうだよね犀原くん、私があの砲丸で天海くんを殺すなんてどう考えても無理だもんね。冗談なんかじゃないよ。天海くんを殺したのは間違いなく赤松さんだ。なんだと？そこまで言い切るということは、どうやら犀原くんは本気のようだね。ああ、もちろんだ。だったら教えてくれる？
私があの砲丸で天海君を殺した方法をさ。赤松と犀原はずっと一緒にいたんだろ。そんなことができんのかよ。赤松さんがどうやってあの砲丸を使って天海君を殺したのか、それはどこで砲丸を使ったのかを考えれば見えてくるはずだよ。どこで砲丸を使ったか。なになに、さっぱりわかんないよ。私にはアリバイがあるよ。天海くんが殺された時、私は犀原くんと教室で。私にはアリバイがあるよ。天海くんが殺された時、私は犀原くん。天海くんと会ってもいない赤松さんがどうやって彼を殺せるの。犯人が砲丸を使った場所が重要みたいだけど、図書室に決まってるよね。私にはアリバイがあるよ。天海くんが殺された時、私は犀原くん。天海くんと会ってもいない赤松さんがどうやって彼を殺せるの。犯人が砲丸を使った場所が重要みたいだけど、図書室に決まってるよね。それは違うぞ。赤松さんが砲丸を使ったのは現場の図書室じゃなくて、僕らが見張りをしていた1階の教室なんだ。待てよ、1階の教室でどう砲丸を使ったら地下にいる天海を殺せるってんだ。投げたんだよ。赤松さんは1階の教室から砲丸を投げることで地下にいる天海くんを殺したんだ。1階の教室から砲丸を投げて地下にいる天海くんを当てるって。どんな魔球じゃ。無理に決まっておる。それが可能なんだよ。教室のある場所に向かって投げれば砲丸を図書室に移動させることができるんだ。それも犀原君にはもう分かっちゃってるみたいだね。
洞窟の通気口だよ。あそこに投げ込めば砲丸は図書室まで移動するよね。そっか、あの通気ダクトって教室と図書室でつながってたんだっけ。だから一回教室の通気口に投げられた砲丸はそこから通気ダクトを通って図書室の本棚の上にある通気口から出てくるんだよ。でもそこからどうやって天海さんに砲丸を当てるんですか。通気口から彼の死体があった位置までは結構な距離がありましたよ。なんやかんやで偶然当たったとか。どんな偶然だよ。地味に謎だね。通気口から出てきた砲丸をどうやって天海くんの頭に命中させたんだ。そんなの不可能ですよ。勝手に本棚の上を転がって。それに賛成だ。星くんの言う通りだよ。砲丸は本棚の上を転がって天海くんの頭上に落ちたんだ。本棚の上を転がった。なあ、自分で言ったことだけどよ、そんなに都合よく砲丸が転がるのか。いや、都合よく転がったわけじゃなくて、それも犯人の狙い通りだったんだ。犯人は本棚の上にあった本を利用して砲丸が転がる方向を調整していたんだよ。本で砲丸の転がる方向を調整したって、どうすればそんなことができるの。それを説明するには図書室の見取り図的なものがあると早いんだけど。捜査中に言ってたよね、あの自作のドローンを使って実写の正確な見取り図を作るってさ。ああ、あれってどうなったんですか。写真を現像してもらって見取り図も作成済みだっつうの。だったらみんなで見てみようよ。それが手がかりになるかもしれないんでしょ。頼むよ、イルマさん。なんだよ、あれが欲しいのか。しょうがねえな、後でまた俺様に土下座しろよ。おら、舐めるように見てみろ。やっぱり思った通りだよ。思った通りって何がだ。ほら、天海くんの死体があったところから通気口のところまで本が階段状に積み上げられているんだ。あ、本当だ。確かに通気口から階段状になっているのね。
下から見上げているときは気がつかなかったわ。なるなる、方眼はここを転がったんだね。うん、間違いないよ。一回教室の通気口に投げ込まれた方眼は通気ダクトを通って図書室の通気口から出てきたんだ。そこに通気口の蓋を斜めに立てかけておけば、方眼の勢いを殺すことなく本棚の上を転がすことができるけど、赤松さんがやったんだよね。あの時通気口の蓋の置く位置を調節したんだよね。西原くん、記憶力がいいんだね。さすがは探偵だよ。そして本棚の上に出てきた方眼はストッパーとなる本の山に当たって進行方向を変え、階段状になった本の上を段差を降りるように進んでいったんだ。本棚の上の本は3列に並べられているけど、手前側の本は砲丸が落ちないための壁であり、同時に目隠しにもなっていたんだよ。そして砲丸は天海くんの真上まで来たところで、また本の壁に当たって進行方向を変え、開かれた状態で置いてある本の溝に沿って転がって天海くんの頭上に落ちたんだ。隠しカメラのフラッシュでその位置までおびき寄せられた彼の頭上にね、次々とからくりが連鎖していく仕掛け装置なんて、まるでルーブ・ゴールドバーグマシンだね。この仕掛けを赤松さんが作ったの？まあそういうことに。いや待てよ、そんな仕掛けがあったとしてもいつ赤松が砲丸を通気口に投げたってんだ。そうですよ、赤松さんが1階の教室にいた時は西原さんも一緒だったんですよね。違ったか。そうだ、僕らが教室を飛び出した瞬間だよ。受信機が鳴った時、僕は先に教室を飛び出したんだ。もちろん赤松さんはすぐに追いかけてきたけど、彼女はその時に、そうだよね、赤松さん。あの時のこともちゃんと覚えてたんだ。さす
塚は超高校級の探偵だね。今の言葉とその微笑みの意味、それは全ての犯行を認めるってことでいいんだね。ちょっと待て、勝手に話を詰めるんじゃねえよ。まだ他にも疑問はあるぞ。変なの。どうして桃田ちゃんが必死になって反論するの？そんなもん当たり前だろ。あんなに殺し合いを否定していた赤松が犯人なんて信じられるわけねえじゃねえか。そうだよ、ゴンザも信じないよ。赤松、おめえは何も言うな。おめえの疑惑は俺が晴らしてやるからよ。犯人なんて信じられっかよ。まだ疑問だって残ってるしな。疑問とは何だ。そいつは音だ。図書室は静かなはずだ。砲丸が通気ダクトの中を転がってったらかなりの音が響いちまうじゃねえか。そうだよ、そんな音が聞こえたら天海くんに警戒されちゃうよ。くそ。赤松が犯人なんて信じられっかよ。まだ疑問だって残ってるしな。疑問とは何だ。そいつは音だ。図書室は静かだった。それは違うぞ。殺人が起きたのは動機のタイムリミット直前で、学園中で殺し合いを促すビデオが流されていたよね。だから事件発生当時、図書室の中は静かじゃなかったはずなんだ。愉快な音楽で砲丸の転がる音は弾き消されちゃったんだね。桃田ちゃん、これで納得してくれた？くそ、じゃあマジだってのかよ。マジで赤松が犯人だってのかよ。だとすると赤松さんの犯行のほとんどは一緒にいた犀原くんの目の前で行われていたんだね。うん、その通りだよ。教室で砲丸を投げた時もそうだし、通気口の蓋を外して砲丸が出てくるようにした時もそう。そして砲丸が本棚の上を転がるように本を並べ直した時もだ。それに最初に倉庫から凶器の砲丸を持ち出した時もそうだよね。あれって入間さんに渡すカメラを取りに行った時に持ち出したんだよね。
その時からずっと隠し持ってたんですか？隠し持つってどこに？赤松さんのリュックだよ。彼女はその中に凶器を入れて持ち運んでいたんだ。いくら重い砲丸とはいえ、背負って運べないことはないからね。君はリュックに替えのベストを入れていたけど、砲丸はそれにくるんでいたんじゃないの？そうすれば一緒に入れたカメラを砲丸が傷つけることもないしね。じゃあ本当に何もかもが犀原の目の前で行われてたんだね。でも犀原くんを責めることはできないわ。彼女のどの行動も直接殺人に結びつくわけじゃないから、それを目撃していても気づくのは難しいもの。